待って、また何か思い出しそう。今度はね。おい、ちょっと待て、これじゃまるでガイドじゃねえかよ。このばあさん、本当に美佐子さんなのか。だからお父さん、それを今調べてるんじゃない。冗談じゃねえ、このまんまじゃとんだ時間の無駄だぜ。とにかくここで俺たちは別行動だな。ラン、コナン。ねえコナン君、どうしよう。おい、二人とも本気かよ。あのばあさんが美佐子さんだっつう証拠はどこにもないんだぜ。でも美佐子さんじゃないっていう証拠もないわけでしょ。そりゃまあそうだが。お父さんお願い、もう少しだけね。おじさん、僕も。だけしょうがねえな、本当にもう少しだけだぞ。ありがとうお父さん。いやー、すまんな。ほら、ばあちゃんも礼儀いいな。みんなこのまま付き合うてくれるんやて。ちょっとは言うこと聞いてえな。ちょっと何言ってるの。お年寄りの言うことを聞くのは若い人の務めでしょ。あのな、俺かてボランティアでやってんやで。もう面倒見きれんわ、ほんま。ちょっと、服部君まで。だったら、調査料払えばいいんでしょ。これならどうかしら。さ、どれでも好きなもの選びなさい。ちゃうて、俺が言うたんはそんな意味やのうてやな。ハッとりも災難だぜ。ん？待てよ、こいつは。きちんと折りたたまれていて、綺麗なハンカチだ。折りたたみのセンスか。割と高級なものみたいだが。ん？こいつは今年の絵馬。ああ、そいつは今朝大阪で買うたもんや。別に怪しいもんやないで。なるほど。折りたたみの傘か。古そうな万年筆だ。ずっと使っているみたいだが、特に気になるものでもないな。折りたたみのセンスか。割と こいつはまた大きいブローチだな。高いのか安いのかよくわかんねえぜ。待てよ、こいつどっかで。いや、気のせいだな、多分。ずいぶん大きなブローチだ。高いのか安いのかよくわかんねえぜ。だが、この色といい、形といい、何か引っかかる。きちんと折りたたまれていて、綺麗なハンカチ。服部の話だと、今日大阪で買ったものらしい。折りたたみの傘か。だが昔ならずいぶん高価だったものだ。となるとこのばあさん、結構お金持ちなのかもしれないな。折りたたみのセンスか。ずいぶん大きなブローチだ。高いのか。だがこの色といいか。待てよ、こいつはもしかして。
デザイアキューブについていた宝石だ。ねえ見て、このブローチについてる宝石、デザイアキューブについているものと同じだよね。本当だわ。おい待てよ。ってことはな、まさかこのばあさんが俺たちの探していたミサコガメランさんなの？ちょい待ち、けどデザイアキューブそのものはないんやで。その宝石一つで身元を決めつけるんはちょっと危ないんちゃうか？なるほど、服部の言うことももっともだ。とすると一体どうすれば。じゃあさ、写真を撮って確認してもらえばいいんじゃない？あのな、最初からそれができれば苦労しねえんだよ。写真機を使えばいいでしょ。そうか、その手があったな。だけど写真を撮ったとしてもどうやって送ればいいの？だから近くのコンビニでファックスすればいいんだよ。けど証明写真は小さいで、ファックスで送ったらようわからんのとちゃうか？確かにそれもそうか。くそ、一体どうすれば。なるほど、確かにそれやったら一件落着やな。うん、さすがコナン君ね。よし、それなら早速俺は美佐子さんを連れて行ってくるぜ。あ、私も行くわ。コナン君、服部君とここで待っててね。デザイアキューブはほんまにどないしたんやろ。それとパスポートだ。外国から来たのに持ってないのは変だぜ。確かにそうやな。けど事故現場には何も落ちてなかったし。日本に来て落としたのか、それとも消えたキューブのことという何か裏がありそうやな。ああ、まだ何とも言えねえがな。間違いないって。見ろ、つまり俺の目に狂いはなかったってことだ。おいおい、一番疑ってたのおっちゃんだろ。で、どうすんねんこれから。ああ、ケイトさんはすぐにでも連れてこいって言うんだが。わかった、それやったら病院には俺の方から説明しておくわ。じゃあ頼むぞ。さあ、私たちと一緒に行きましょう、美佐子さん。はあ。東京？嫌です、絶対に行きませんからね。美佐子さん、向こうではあなたの息子さんが待ってるんですよ。息子？だった
ったらこっちに来てもらえばいいでしょう。私から行く必要はありません。だが参ったな。一体どうすりゃいいんだよ。おい、クド、ばあちゃんああ言うてるけど、どないする？決まってるさ。このまま東京に行ってもらうぜ。彼女の周りで何かが起こっているのは確かだからな。なるほど。ばあちゃんがあっちに行くことで事件が動くかもしれん。つまり、そういうこっちゃな。ああ。だから、うまく説得して連れて行かねえとな。説得？どないして？まあ、美佐子さんの好きそうなもので釣ってみるさ。なるほど。好きそうなもんな。ねえねえ、美佐子さん。東京にはね、すっごくおいしい。江戸前寿司があるよ。いいわね。それだったら私、いくつでも食べたいわ。よし、うまくいったぜ。でね、食後にはおいしいケーキでも食べてさ。いいわね。私ケーキは大好きなの。よし、うまくいったぜ。それでお腹いっぱいになったらゆっくりと。銀座を回ろうよ。買い物するにはとってもいいところだよ。買い物？面白そうね。洋服とかアクセサリーとかいろんなお店回ってみたいわ。よし、うまくいったぜ。だからね、美佐子さん、僕たちと東京へ行こうよ。わかりました。あなたたちがそこまで言うんなら行きましょう。やったわね、コナン君。よし、美佐子さんの気が変わらないうちに東京へ戻るぞ。やれやれや。ほな、おっちゃん、ばあちゃんのことよろしく頼むで。ふん、お前に言われなくても分かってるって。また来るときはよろしく頼みますよ。おお、任しとき。いやー、よかったわ、ほんま。これでやっとあのばあちゃんから解放や。なんですって？いや、なんでもあらへん。いいえ、私今はっきりと。あ、早くしないと新幹線出発しちゃうよ。そうね、とにかく乗りましょう、美佐子さん。あー、ちょっと。おい、服部。いやー、助かったわ。クド、ありがとな。ヒヤヒヤさせやがって。ちょっと平次さん。ほな、みんな待ったな。ばあちゃんも達者で。こうして俺たちは無事京都で美佐子さんを見つけることができた。
だが彼女をめぐる一連の事件はまだ始まりに過ぎない。そんな漠然とした期待と不安を抱きつつ、俺はみんなと共に一路東京へと戻るのだった。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。なんだか疲れた。で、ここは？私たちが住んでる米花町です、美佐子さん。もう東京なの？出発してまだ3時間じゃない。あ、そうか。昔は東京まで汽車で1日かかってたんだっけ。今は新幹線を使えばすぐなんですよ。いつの間にか便利になったわね。まるで浦島太郎だぜ。それでこれからどうするの、お父さん。そうだな、一旦事務所に戻って迎えに来てもらうとするか。それには及びません、ミスターモーリー。ひっ、皆さんどうもお疲れ様です。ケイトさん、わざわざ出迎えに。はい、連絡を受けてからというもの大臣も大喜びでして、皆さんを彼の泊まっているホテルへお連れするようにとのことです。ホテル？大使館じゃなくてですか？ええ、今夜はお礼にできる限りのおもてなしをさせていただきます。おお、それはそれは、こんな美人にいいお酒最高っすな。もうお父さんってば。ではどうぞこちらへ。車はこの先に停めてありますので。それにしてもこんなに早くミセス・ミサコを見つけ出すなんて、さすがに有名なミスター・モーリンス、感服いたしますわ。なに、こんなもの仕事のうちに入りませんよ。相変わらずお気楽なこと。あれは？なんでこんなところに。どうしたの、コナン君。その、どうする、ここで奴らを追うのか、それとも。そうだな、今度こそ奴らの正体がつかめるかもしれないぜ。だが、ランたちを巻き込むわけにはいかねえし、さてどうする？仕方ねえ、あまり気は進まねえけど。と大事な約束があったんだ、早く行かないと。ちょっとコナン君。なーに、いら姉ちゃん。そんなこと言ってまた一人でどこかに行くつもりでしょう。ダメよ。違うよ、本当だってば。でもこういう時のコナン君ってどうも怪しいのよね。やべえ、急がねえとあいつら行っちまうぜ。どうする。